山広のピカイチラジオ。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか山広です。こんばんは。吉本新喜劇のスッチーです。こんばんは。アナウンサーの古川恵子です。さあ、えー、今夜もですね、ちょっと遅くはなりましたけれども、1時間30分寝ずに頑張りましょうよ。はい<笑><笑> あ、喋りてるが寝ないっていう決意ですか？もちろんです。あ、そうですね。CM 注目ですよ。かってますよ。しんどいな。ないでしょう。こんな遅くなって。意識飛びそうやな。ね。十二時三十九分まで。はい。お届けしてまいります。頑張りましょう。頑張りましょう。本当に。はい。台風がね。はい。本当にね、いや台風が過ぎたといつまでもこんなんね。ね。はい。びちゃびちゃなったわ。 結構まだ降ってますかね。今はちょっとましかな。もうちょっとましかな。でも十時四十分ぐらい、三十分ほど前はまだバンバン降ってましたよ。あ、そうや。すっ飛きたのそれぐらいですかはい。もうまあもうそろそろ、うん、上がってくれるとね。こっちこっちまだ避難勧告やら。はい。ただあれ。 水含んでるんでね。そうです。すぐには戻ったらあかんすよ。ああ、そっか、雨上がったからといってね。土砂崩れとかいるわけですね。うん。いや、こういう、そうね、台風ってやっぱ大人になって、ちょっと大丈夫かなとかって心配するけどね。はい。これ、さっき今日、これする。ちょうどこの話やね。あ、もう台風で思い出したけど。じゃあ、逆に。ちょっと今日は逆のパターンで。は鳴らしてください。 どうですこの音スッチーのこれどやねんです、はい、スッチーさんが「これどやねん」と思うことを皆さんに聞いてみようというお時間を今日は早めに、はい。ほんまに今まさにね,、あのー、ね山宏さんが言いかけてましたけどほ<う>台風ってそう。 大人になると本当にもうね大変やし、はい、もう嫌やなって思いますけど、はい、小学生の頃はワクワクしたななんかあったよね、はい、なんかそういうもんが狂るって分かった時に、はいはい、だからもう風でもう雨戸がバタバタバタとか<ー>すんごい音になって。 てんのにワクワクしましたよね。なんかワクワクするね。親父がなんかこう打ち付けて飛んでいかないように。そこまでは僕見てないですけど。何が？そこまであの古い感じは見てないですよ。あれやっぱりあのそこに世代間差があると思いますね。なんかやっぱりねあのちょっとここは頼れないなと思うようなところにこうカン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 と打ち付けて見回りしてんね。 お、大丈夫や、言って、はい、言ってんのに、かんでなんか。いや、もう大概、次の日の朝、植木鉢が落ちて、おかんがちょっと、やいや言ってましたけどね。はいはい、そうそうそう。うん。そんなったよね。ましたね。はい、なんやろほんまに。子供はなんやろその、すごいもん来る 怖いものを知らんし仕事に影響がどうこうもないですしただ僕もいっぺんねディズニーランドに行った時に爆弾低気圧ちょうど帰る日の夕方ぐらいからものすご風邪鳴って「何やこれ!」言ってでもまだディズニーランドもうちょっとおって何時8時ぐらいの新幹線に乗ろう思ったんですかねほんで帰ろう思ったんですけど。 もうちょっとやばいなとって駅に行ったらもう動いてないんですよ電車が、うん、はい風が強くてでもそこで結構待ったんですよね2時間ほど<ら>でホームに行くと風がきついのであの下のなんていうんですかね改札入ったすぐのところの広場構内は構内構、ね、内でもうみんな地べたに座って<ー>で僕はあそこのコンビニでその。 レジャーシートをこうでねお<ー>、うん、レジャーシーシトが全然あのみんなあんまり買てなかったから「はい、風寒いな」とか言ってたから僕はそれを何枚か凍うって<ー>それを自分の下に引いて<ー>でぐるんと巻いて<ー>で子供そこに入れてって、はい、してたら子供はそれがめちゃめちゃ楽しかったみたいでいま<ー>だにそのディズニーランドの時の思い出よりも<ー>そっちのなんかもうみんなで ちょっとキャンプっぽいことをしたっていうことを覚えてるんですよ。なるほどね。うん、子供はそっちの方がワクワクするんですよ。まあ非日常のちょっと予期せぬことがあって、はい、アクシデントみたいな。まあ家におっても。はい 停電言うた、ほんまに停電、電気消えて、はい、ろうそくバッとつけて、はい、とかね、その明かりで、そうなんですよ。よだから本当ね、ああ,ああいう時って本当にも大人はね、ズーンとなりますけど、うん、ああいう時のその例えば避難してる場所とかでの子供って、うん、救われますよね。あ,あ、そうそうそう。みんなが苦らなってるところで無邪気さやろ。客気言うてくれるので、うんうん、うん。でも本当ワクワクすることって。 の一つなんですけどね。まあ<ー>まあまあまあ、あのー、僕はもう大人になりましたから。はいはいはい。うん、あれですけど。かよかった、これ、スッチに言ってもうて。えい,いや、だから台風来てるよねって言って。はい。で、その流れで、あ、これ、俺喋ってしまうやん。これだよねんで、喋、はい、る言うって言うてんのに、はい、<う>はい。いや、もう、 ちょっと今日はワクワククすすすること聞きたいんですけどさが、はい、に、ね、台風やそ,のそれこそ雪なんかも子供の頃は楽しかったですけど、うん、大人になったらまあワクワクはしなくな,らな,なったんですけどいま、えー、だにちょっと僕あかんけどワクワクしてまうのが<何>あの誰かがとちりかけてますみたいな。 <laughs> 遅刻ねもう寝坊ねあと30分で本番に「まだ来てません電話つながったら今起きた言ってます今大急ぎで向かってます」って聞いた時の「おい大丈夫かおいこれ」っていう <laughs> どうなんねやろっていうワクワクね。 もうワクワクっていう言葉がぴったりかもね。<laughs> ぴったりでしょ <laughs> <に>みんなね、心配してるんですよ。大丈夫かなとか言うてるんですけど、絶対みんなワクワクしてるやん。<laughs> ワクワクして、ワクワクして。ほんで、うん、ギリギリに滑り込んで間に合った時のみんなの落胆ね、はい。はい。おーよかったやんあそうそうそう、表向きはね。だからもう中ではもう、間に合うたんかい <laughs> みたいな。<laughs> ありますね。はい、だから僕、いっぺんね、あの、謹慎食らったあの、 まるまる一本飛ばした時あなたが閉じったね。はい。もう閉じてて飛ばしたんですよ。飛ばしたやつですね。一本飛ばした時は最高のワクワクをみんなに提供できたんじゃないかなってい,うな、ね、おいおいほんまにまだ経んで。<laughs> ねえ。ダメなことですけどね。<laughs> はいうんそういうワクワクね。うん<ー>。すること。あれはなんなんやのな。こうなんかこう体内に分泌されるんかな。分泌されんちゃいます。<laughs> おいおいどないなんねんこれ。どないなんねんやっていう。はいはい えらいことになるぜって言いながらもそのワクワクでワクワク、うん、ああ、ね、ストレスかからないようになんか逃<や>がしてるんですかね似合てるのかもしれない、はい、で僕ちょっと前まで、ね、パチンコやった時期あったんですけど、うん、その自分がスーパーリーチになった時ってドキドキなんですよ、うん、スーパーリーチっていうのはどういうことですかもうすごいもう当たるんちゃうかっていうその要は、うん、あの信頼度の高い結構ねそのリーチのなんか説明書に書いてあるんですよこういうリーチは星一つうん まあ、まあまあまあぐらいの。うん、でこれは2つ。うん、2> でも星5つぐらいもうほぼ当たるよみたいな。それをスーパーリーチです。スーパーリーチです。<ー>もう演出もすごいんですようわーなって。<ー>そんな時に、あのー、僕は自分の時はドキドキするんですね。でも隣のおっさんとかが来た時に。うんうん これ外したらもうおっさんどないなんやろうっていうワクワク。うそういうことか。もう自分の台なんかほとんど見てない。<laughs> もうずっと横目でおっさんのスーパーリーチ見て。もうつまりスーパーリーチになると大概もうかかるわけ、ねはいかかる。ただ。 ちちょょいいいいおってうるるんですなほど自分の時やったらもう「はあ」なるんですけど隣のおっさんの時のこれ外れたらっていうワクワクね。で外れた時のおっさんの雰囲気ね。あれ最高ですよ。あのねこの話を聞くと人が悪いように聞こえるんやけど人間って習性としてそういうところがやっぱりみんな大なり小なりやけどね。あります。 後輩が遅刻したらアナウンサーたちもね「来てへんであいつ」みたいな最初に何て言うかなそう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 芸人なんで特にね言い訳なんかもはいあの面白かったら OK みたいな特もあれじゃないですかそうやねただ新喜劇の場合はまあまあちょっとそれが許されなかったりするのでまあそりゃそうやで新喜劇におけるすち子がいないいるのといないのとで全然違うんですねゃもんね うん、なのでそのワクワクったら、うわもうまあないですよ、ないですよね。はい、あのそんな台風も笑っていられませんで、ね、また警戒情報が来ましたのでお伝えします。ららすはい、台風11号に伴う大雨により土砂災害の危険が高まっているとして、奈良県の柏市3号町、うん 王子町に土砂災害警戒情報が出されました。奈良県の柏市三号町王子町に土砂災害警戒情報が出されました。土砂災害の危険地域にお住まいの方は特に注意してください。あの、ね、ラジオって車に乗りながら聞いてくれてる人も多いと思うんですよ。はいはい、で、あの車って本当にあの逃げ場ないんですよね。はい、特にあの4年前の台風で。 十津川村とかもう言ってみたら遮断されてしまったじゃないですか、はい、で五条の方からもう行けない、はいはい、それから今度は、ね、新宮の方から上がっていく道もあるんですけど、はい、168やったかなその両方が遮断されて、はい、もう本当に入れなくなったで,<う>でまあもちろんその中の人も大変だし、はい、車で走ってる人もそういう山道なんか走られる時は本当に気をつけてっていうか今は走らん方がいいと思います あの辺はあのー、水含んでるのでね、たくさん塗っちゃうね。うん、そうですか、そういうのまたあった。はい、これはだら、途中にも入ることがあるわけですね。はい、はい、そうです。なるほど。で、でね、ワクワク、つまりそういうワクワクね。はい、はい、あのー、後輩とちらんちゃうかみたいなワクワク。<laughs> はい、普通のワクワクじゃダメなんですね。いやでも普通のワクワクでも全然いいんですよ。あのー、それこそその、はい、甲子園のあのううっていうのを聞いたら、もう 始まるプロ野球暑い夏が始まるなワクワクしますみたいなんでもいいですけど僕はどっちか言うたらあのね本人は大変やねん例えば遅れてる本人は途ちる時って遅れてる本人は大変で「いいはいいはいいな」ぐらいくんねんけど待ってる方は。 そうでもないからね。そ、はい、う,んうんでもないからね。まあまあ、罪ないっちゃ罪ないんやけれど。<笑><笑> ねね、だ駅のホームなんかでよくカップル喧嘩してるじゃないですか、はい、あのもうワンサイドゲームぐらいの女の子にばー詰められてる男を見るとまあまあワクワクしますけどね <laughs> めっちゃするな、はい、<laughs> ちょっと電車一本遅らせてでも見届けようかなっていうぐらいのワクワクはありますけどねありますね、はい <laughs> 男やったらよけいね何やらかしよったんやろうな、はい、女の子泣いてたらちょっときついですけどあ<ー>うわーみ泣いてる女の子ないで。もうそれこそ痩せ姉さんがうわーまくしたてるぐらいの <laughs>、はい、そんな見つけた時はもう見ときたいと思うもんな<ー>最後怖かったって言ってほしいな <laughs> 一緒にこけんのにって思いながら <laughs> 誰向いて言うねんね <laughs> もうねギャラリーを意識してるよね。それ意識してるやん自分。それできる子やったらもう僕大好きになりますわ。新喜劇来てって言わ。はい。はい。じゃ皆さんからのワクワクすること。今日ちゃんの小学校休みになってましたから夏休みが一日早く始まって。らしいですね。子供はとてもワクワクしていましたね。それによって今度二学期の始業式が早なるんかやったら違うみたいですね。そんでもないんです。 <か>はい1日増えたんです 1> 1<日>まあ子供はねほんまにそういうのも、はいうん、ワクワクしますよねはい、うん、皆さんのワクワクすること教えてください、はい、そして各コーナー今日もございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして山本社交クラブ今日もございます皆さんの現在進行形そして思い出の恋の話を、うん 教えてください。夏ですから。<ー>や,やっぱそうですよ。ね、夏はね、そういう季節ですよ。<laughs> どういうかわからんけど、そういう。なんかそうでしょう。うう季夏って特別なんですよね。ううちょっとね、薄着になってきますしね。うん。やっぱ,やっぱり、薄着関係あるかな。まあ、それはあるでしょう。やっぱちょっとこう男もね、刺激されますから。うんうん、いや、もう、さっき。始まる前に、僕がもう甘いパン食べてる時の。山広さんの目が、うん。 水着の姉ちゃんのケツを追っかけてるような目であのねあのドーナツはあの水着に見えたよチョコドーナツ砂糖がけね何カロリーでしたっけあれ1個2個で6001個3 0 0個三百。ちっちゃいそんな大きいドーナツもないですよねそれが1個300 僕もねわざわざダイエットって言いますかしてはる人の横でね「おい食べるぞ」って言うほどデリカシーない人間でもないんですけど山宏さんが「ちょっと食べてるとこ見して」ってんかもう変態のおっさんみたいなこと言うから「君が食べてるとこ見た」いって言いましたね。 <laughs> 前置きっていうか状況説明もなく、はい、ちょっと食べてるとこ見せてどんなおっさんやねそからスタート違うがだから6月の上旬から始めてるわけでしょ、はい、ダイエット、はい、糖質なんかダイエットですよ、はい、これってとったらあかんのですよ。はい、ね、はい、そういう中で1か月半ぐらい今経って。 目の前にドーナツがある。はい、自分は食べられない。ス、はい、っち、君は好きやろ。はい、ちょっと。 僕の代わりに食べてるところを見せてくれって言ったわけですよ見せてくれって僕はそれで満足やからってもうそこだけ録音して変な部分に編集されたらやめろやめろ加工するな加工いやもうこの黒い濡れティッシュのこの写真のようにこういうのあるじゃないですかあの後にそれ流したらもうそのままですからねいやもうねあの羨ましくもありねででもね 隣で代わりに食べてくれてるのはね自分が食べたいような気にもなったので、はい、満足感も得てるんです、うん、ある程度。うん、すごいししてましたよ <laughs> プールサイドのおっさん「ジルロー見て。<laughs>

メッセージをご紹介した方にはどこでもふきふきできる大人の黒い濡れティッシュをプレゼントいたします。宛先はメールの方はットマーク・ m b s 1九7 9 c o m y a m a マーク・ MBS1179.com ファックスは大阪066809-9090 零六六八零九の九零九零でお待ちしております。番組の公式ツイッターアットマーク、山一一七九、そしてフェイスブックもぜひチェックしてみてください。皆さんのメッセージ、お待ちしております。怒りの投稿街中モンスターハンター、モンスターペアレントにモンスターペイシェント。さらにはモンスターおばちゃんまで、現代の世の中には様々なモンスターが出没しています。そこで。 皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。えー、鉄人七十五号さんが見つけたモンスターです。先日あるスーパーで買い物をしました。七百四十円でした。うん、千円札を出して六十円は十円玉で欲しいと言いました。うん、がレジで出てきたのは五十円玉と十円玉でしたので。 五十円玉を渡して、もう一度、十円玉でくださいと言ったら、両替えはできませんと言われました。<っ>両替えと違います。お釣りをくださいと、十円玉が必要だったので、レジで言い合いになりました。<ー>どちらがモンスターでしょうか 勝手に出るるやつもあるですよね <laughs> あ今レジね、はい、大体もう自動になってますよね。でパンパンパンと出てくるやつやったらちょっとしんどいかならしんどいかもしれんけど両替ではないですよねうんお釣りだから、はい、で「十円玉でださい」って言ってるわけだから最初にもうあらかじめ言ってましたお宅のレジの形式がどう,かとか <laughs> どうであれ関係なくずっと言ってるとこやったらまあまあそれじゃないって分かってるでしょうからね 鉄人七十五号ってことは、七十五歳の方なのかな。どうでしょうか。そうですけどね。うん。うん。これは。これは、だから、まあ、ねえ、そう、そうない堅苦しいワンと。わん、そう、別に。なんか、堅くなみたいなと。少年、まあね、やったらね、たまに、その <coughs>。レジに。うん。千円が不足してますので、みたいな書いてあるところは。はいはい そのお釣りでごめん千円札でちょうだいっていうのはちょっと気引けますけど十円玉やったらこれぐらいねうん例えばこれをお釣りは一円玉でくださいって言ったらっか <laughs> それはもうちょっと、ね、60枚かってなりますけどそれはない話じゃないけどん、はいはい、10円のまま常識の範囲なんでしょうそうです、ね、常識の範囲ですねええー、レジがモンスターやと思います <laughs> そこはねねややんからちゃとってほしうですね両替があかんなマニュアルかもしれませんけども自動販売機でせっかくプラスね何ぼか入れてちょうど50円玉返ってくるようにとかってやってるのに10円玉でガッチャンガッチャン出てきた時はもうめっちゃブルーやろねえそうそうあれんで分かってくれへんのかなそれれもお札から入て いいやや待って小銭入れて50円玉が出てくるようにと思っるのに1,000円入れた段階で出てくるこれはしゃあないねお釣りがはいでもそう見越して先に30円入れてるやつもちゃんと1,000円札ゃないからねと思うよねなんであれはないのかなもしかしたら中のそうですね50円玉とか例えば500円玉とかの あの量を見て。やってる。量を見て、ぶっていうのもあるかない。いや、ほんま、百円玉。プラス十円玉で。ね。 出てきた時はもたまらんないですよたまらん膨れる膨れる膨れますねまう。そうそういやだからこれレジが人がいるんやから言うやろなその場合自動販売機の大体どの辺見て言うんすかえっとお釣りが出てくるあお釣りのところ小さい窓あるあるあの小窓に向かってなんでっつってまああのもし ちっちゃい何かね妖精みたいなのがおるとしたらあそこで出してるわけですよ、ね。<laughs> そうですね。そうん、なんぜってなるわな。そこやな。おかしいよな。50円ないねんって帰ってきたら可愛いですけどね。それやったらまあってな,まもうしゃあないましたなって言えるけど。<laughs> 機械でもそう思うんやからそですですからね言ってんねんからねさっきね結構ね意地になって「ええもう決まりやしこいつ言うてるけどもう意地でも出さんとったろ」っていう変な人はたまにいますからね変更やな変更変更久しぶりにツコだなねそらゃ喧嘩なるわっていう人いてますもんねんでこいつを接客のとこに置いたんやそう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 うそ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 う 向向いてないいいいててなないいますもう不運だったと思って、うん、ねえどうしはったんやろう電話かけたかったんかなわからんかっていう店多いですもんね,ね僕いっぺんファミレスでちょっと<も>入ったらまあまあやんちゃそうな若い子らが8人ぐらいボーンと席あったんですよ。ならまた別のやんちゃそうな来たんですね。うん、席まあまああ空いてるんですよ、うん、隣 かしたんですよ<ー>おいお前それ喧嘩なるでと。ウェイトレスがはい。う<わ>なんでそこ入れんねんと。まあ案の定なんか、うんみたいになあってんすよ。にらみあったりとかあ<ー>、うん。いやいやもうちょっと離れたとこ、<laughs> いやいや分からんかっていうね。あ<ー>、うん 空気やねだからそういうとこってもうマニュアル通りじゃなくてそやねサービス業ってほんまムキフムキやねこれね分かりましたで10円ぱぱっと渡せばええとこじゃないですかちょっと残念やったのが少し前にもう大阪を代表するホテルでそこで久しぶりに仕事やったから行ったんですよ昔はよくホテルで披露宴とかあったからしょっちゅう出入りしてたけど最近は前もないんでね数もねで 久しぶりに仕事で行ったんですイベントの仕事でそれはもう一流と言われるホテルやからホテルマンってのはちゃんとしてるもんやんかこの態度がね一応はちゃんとしてんねんでももう長年僕ら司会やりながら裏方と一緒に進行が遅れてるとかいろいろ次の段取りとかってやるからもう分かるわけよホテルマンぱっと見たらもうああこいつ上部やなっていうね一人じゃないね ちょっと残念やったなはあもうだから大阪を代表するホテルやからそれでなんか真心っていうねいやそんなんな人間やからななんか嫌みの一つも言われたらね客に腹の中で何思っててもでもそれを見せないのが一流のホテルマンやと思ってるんですよでそれがねこう出てしまってんねん僕らからしたら。 残念対応するときは一応パチンとこう仮面かぶったようにやってるけどそこからファッと離れたときにスッと出る感じですよね出るで何やったらもう対応してるときからちょっとそういうのが態度に出てるもう覗いてるんですかそういうのがねもうすぐ気になんねおいおいお前そりゃあかんやろいやまあ腹立つなうんはぁーねその気持ちをグッとこらえてやって 重要人ばかりのホテルなはずなんです。いやもう根本の気持ちがな、入ってないんでしょうね。その。ホテルマンとしてのかもね。まあまあ出世しないでしょうね。そうやね。ね。そう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 。例えば大阪のロイヤルホテル。の、あの、ある時社長さん。えあれ、ドアボーイ。一番最初の。一番最初のスタートがドアボーイから。社長になったっていう。 それはあいつはできるなあいつはええなっていう評判が評判を読んでん多分出世して社長ならはったんやろうけどうそりゃよっぽどやでよっぽどなホテル前に、ね、向いてるんでしょうね。 思っね、好きなんでしょうねそういうもう喜んでいただきたいっていう,そう,そう心っていうのがね,ね,<え>ね一度見たら顔と名前も絶対覚えるとか<う>お仕事とかねすごいですよそういう人たちはだから今言ってた人らにはそ無理ですわそう,、ね、あそうですね50円が両替やいう人にはね心がね はい、また土砂災害に関する警戒情報が届きました、はい、台風11号に伴う大雨により土砂災害の危険が高まっているとして大阪府の堺市、富田林市、羽曳野市に土砂災害警戒情報が出されました。 大阪府の堺市、富田林市、羽曳野市に土砂災害警戒情報が出されました。危険地域にお住まいの方は特にご注意ください。ですね。ねえ、本当にと都市部にも出てますんでね。はい、巨大で吸ってるんですね。降ってるところは。っ降ってね、うん、本当にしばらくは、ね。うんうん 気をつけてください。しばらくっていう水含んでますんでね。年間の、えー、降雨量半分ぐらい、一年に一年間に降る分の半分ぐらいが一日で降ってますんで、えー、っっやっぱこ支えきれなくなってきますからね。ねお気をつけください。はい、ではモンスター続いてまいりましょう。平野区のヒロリンさんが見つけたモンスターです。 夜7時ごろに駅の近くの銀行の中にある ATM コーナーに行きましたするとおばちゃんがなんとその ATM コーナーの中にママチャリを止めていましたお金を下ろすとママチャリを押しながら出て行きましたママチャリは外に止めましょうすごいなかっこええなこれまたなんかいや ATM 時間のなんか制限あって。 おばちゃんがもたもたしてるからとかなんか言う話かなと思ってます。予想外ですね。出ま,まあちょっと広い ATM ありますからね。ありますあります。ます入っていペイと自動とアピーティ入って自転車でそのままガーンと。恐るべしやなこれ。ギリギリまで行きます。ああ <laughs> ちっちゃい子がよく三輪車で三輪車あれはよ。中入ってきたかんよ。かっこええな。 もう、あん <laughs> 取られたらどうするのっていう。そう、外に、ね、いや、外に止めてあかんって書いてあったからみたいな。逆にここに。な <laughs> もっとあかんわい。<laughs> <laughs> <laughs> 名古屋市からいただきました、はい、ゆずっちゃさんが見つけたモンスターです。この番組の以前の放送を何度も聞いています。うん 大根とチキンのカレーが美味しかったという話が忘れられず作りました、はい、覚えてますよ息子さんと留守番してる時に作った作ってやっとできて、はい、もうほんま美味しいと思った、はい、で息子も朝から言ってたから「今日は帰ってきたカレーな」って,って、はい、二人で食べるで」って言って。 ご飯炊いてなかったっそ,うです、ね、その話ですね <laughs> 何度聞いても面白いですがその大根とチキンのカレーの話が忘れられず作ってみましたはい、はい、具を炒めてルーを入れてグツグツ煮込んでいました、うん、子供が「今日は甘口ね」と言っていたのですが甘口のルーがちょっと足りないと思い他のルーを入れました、うん、煮込んでいる間またピカイチラジを聞きながら過ごしていたのですがこっそり味見をした子供が「 甘口にしては辛すぎる何入れたん食べてみというので食べてみたら私には心地いい辛さだったんです、うん、でも何を入れたらなぜこんなに辛いのかと思いよくルーを見てみると以前安さに釣られて買った激辛のルーでした,た私の確認ミスでした私がモンスターになってしまいました まあでもねその,あのまあ間違いやからはい、はい、まあでも子供はね、うん、どうしてんのおたくらまだ子供さん小さいでしょはい未見甘口に合わしていますあ,あそう、はい、うちはあの<ん>大丈夫ですかんな大丈夫ですかんな大丈夫ですあのカレーなんかまずく作る方が難しいでしょ <laughs> そうですね野菜切ってお湯入れてルー入れるカレーベタ母ちゃんは「まずいカレー作れるねんで」って言ってましたからダメなんですよキャンプみたいですから料理たまに僕帰ってたまに作るんですよ僕はもう「いい」言うてるんですけど作ってる時とかのフライパンに入れる時とかの「うわ!」とか。 とかあかんとかどういうことなのよそれは大丈夫かっていうあかんわ!」とか言ってそれはカレーだけがいやカレーはあのカレーぐらいはいけんちゃうのと思ったら「まずいカレー作れるよ」っていうのを子供から聞きましたしはいカレーも含めたはい含めた料理 全般ダメですはい全般全然ダメですねはい僕もその作ってっていう感じのタイプじゃないのでいいんですけど別にこういうこと言うてももう分かってるしっていうので怒られもしないですしじゃあスッチーがまあ帰ってない時とかってお子さんと奥さんだけやんかで食べ物作るやん当然 それはどうしてそれはでもまあまあ子供はそれなりに食べてんちゃいます。あとはあの、実家が近いので、そこにこう、いつも行ったりとかね。なるほどね。はい。それはまあ安心。はい。実家のお母さんは上手なんです。ああ、上手はい。よかった。よかったでしょ俺下手やったらもうちょっとおもろかったけど。 これがね、上手なんですよ。なんでか上手なお母さん。結構ね、受け継げそうな。教えてもらったね。いやいや、でも、あの、ほんまに、あの、付き合い立ての頃。あの、お母さんと初めておった時に。あの、変な子なんで、よろしくお願いしますって言われたんですよ。はい。なんとなく、それが今、分かってきましたけどね。そう。はい。まだ、作るのがあんまり好きじゃない。うん、ですかね。うん。うん。 フライパンに遠くからパーンともの掘り込んでます怖いんですよ。はねるのがね。あ、そうか。暑いし。そしたらとんかつとか天ぷらとか、あ、そんなやったことないです。イカの天ぷらのずっとやめやめ無理無理無理はい、あかんでっつって。冷蔵庫もよピーってなってから開いてるってって言います。これなんか火つけてへん。 って言うたらあーって言って止めに行ったりとか向いてないんでしょうねはい全然僕はいいんですけど心配なほどないだからあの火とかはね火とかはあのどっかに書きあって言うてるんですよこの間普通にテレビテレビ見てたんですよ本ならあのテレビの フレームというんですかあの縁のところに何か付箋パンと貼ってて、うん、何書いてんねやろと思ったら「うん、じゃがいも」って書いてあったんですよ「<laughs> はい、これ何なんじゃがいも?」って「じゃがいも今火にかけてるから」っってあちゃんと守って潰してなんか二輪食にするみたいでそれをちゃんと書くようになったみたいです <laughs>、ね、だから自分でもこう忘れがちやからちゃんと忘れんようにやろうと努力やなけなげな。<laughs> はい 心配やなさやけど。いや、でももう慣れましたけどね。いや、慣れたっていうか、そのもう、 もう家から帰れよもう <laughs> 一緒に暮らしてあげるとか、ね、<laughs> これが帰る言うたらまあまあえ別に今日はいらんけどなって言われたりするんで、はい、<laughs> ああそうでまあいろいろですね僕は全然モンスターとは思わないですからそれはまあそうですわね、はいはいはい、そういえばうちあの今日みたいに家に留守する時よくカレー作って置いてくるんですけど、うん、子供がもうちょっとちっちゃかった時に途中で分けて甘口と辛口にお、うんうん 鍋2つ作って途中,途中までお湯じゃがいも人参、はい、茹でるとこまでやってルー入れる段階で鍋2つに分けて、うん、甘口と辛口に分けてた時期があったんですけどあ,あれと思って「2つ分けてたのに」って言ったら夫が「あ知らんかった全員で辛口食ってたわ」って言ったからうもう分けるのをやめました。 <laughs> 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 なんやと思ってせっかく分けてんのに気づかんかと鍋2つ置いてんのにい。 カチンと。カね。そういう時はでも一応なんかはっとったんじゃない。甘口、辛口って付箋がいったんですね。失礼しました。次から気をつけます。あ、もう怒ってる。なうでう対に行かないな、たぶん怒ってる時や。でも、それで一つにしたのはいいけれど。なんでそれで甘口にく。なんで、結局。 今娘だけなんですよあと3人辛口でいけるんですけど娘だけがやっぱ甘口がいいっていうので,でも厳密に言うとルーってこう四角ちょっと大きい四角でパキパキってチョコレートみたいに割れるじゃないですか、はい、そのうちの3つ甘口で1つだけ中辛は。 入れてるんですよ。なるほどね。そいうぐらいのバランスですね。今ね。あれしたらどうですか。とりあえずも甘口で作っちゃって、そうそう辛くするパウダーみたいなのが後からね。後からそう食べるずつかけ自分の好みの辛さ。はい。よしじゃあ伏せに書いた。辛くしたい辛くしていろいろやな。カレー一つでいろんなドラマがね。うん。スイタシの リサシーさんが見つけたモンスターです電車を待っていると前に女子高生が2人並んでいました聞く気はなかったんですが大きな声で担任の先生の文句を言い始めました「うん、今日さ担任にアイプチすんな」とか言われてさ「お前はパッチリ二重やからこっちの気持ちわからんやろ」っちゅうねん。 あいつが超細目やったら、話だけは聞いたるけどな。セッ得力ないねん。うざい。一見、モンスターでしたが、言っている内容は割とまともでした。そ <laughs> うや、ん、な。はい、そや <laughs> <ー>。そや。そや。ね、気持ちはわからんやろ。お前は二重やから。<laughs> うん、そうか。担任の先生、<laughs> 女のせい、ね。二重なんですね。綺麗なね。そうやな。ね <laughs> <laughs> 面白だからね女性なんか特に体型のことなんか気にしますから痩せてる人がねちょっと太っただイラッとするやろし例えばその先生が痩せててんかダイエットをしてる子らにそんなんせんでもええやんかありのままでええやんかって言ったらほんまもうイラッとされるんですよね。そうういことですね今朝も 歯医者さん行ってもういよいよあかんから、はいはい、そのための今準備してるんですけど、はい、だからそこの歯医者さんしばらく行ってなくってそうやってで先生が「あれ山宏さんちょっと超えた?」って言うから角度がちょそれやったかな「いや僕痩せましたよ」って言って他の,あの技工士の女の人とか「いや痩せました山宏さん」とか言って。うん あ「そうなんや」まあまあな、のー、分からへん人もいるからな」って言ってポッと先生が振り返ったところにちょっと太めのあのー、石垣講師の女の子がいて「<laughs> なんんでで私見て言うんですか <laughs> <laughs> いや違うわればたまたま見てやから山、ね、尋、まあ、さんのこと言うて「ファッて見たら君がいただけだよな」いや今のは何か意図的なものを感じるわ」とかってそんなん。 太ってる痩せてるって話の末に私の方私が太ってるから言うてと違う違うやん」はいほな山広さんとりあえずこの処置は終わったから」って言ってその女の人に「歯石取ってもらって」って言ってめいと言うそれはたまたまでしょそう感じただけでしょそうですか。 これ何にも悪くないやん。でも言い返せる人はいいですよね。そうやね。ちゃんと返しができる人はね。多分、人間関係はできてるから言えるって思うよね。ほん受け止めて。うんってなる人はもう。ストレス溜まってばっかりですからね。そう、それ、やっぱり抜く術を、なんか、こう、身につけなあかんね。誰が何々やねんっていう、みんな、子供の時に、覚えささなあダメですね。誰が何々や。はい。だから、お前、なんか、カバみたいな、誰がカバやねんっていうね。 すぐ返すすぐ打ち返すそういう練習を関西の子はやってますからねるわけやねほんならんか悪口言われた時もパンと返してそこが笑いになればははいいそれもう一気にピンチがチャンスになりますから。はい 笑いに変えるスストレもたまこれでも関西以外の人もラジコとかでよく聞いてあるからねはいだからもうそういうね地方の方でもそれを覚えとけばそれさすがにね「誰がかばえねん」までは無理でももう余裕あったらちょっと乗っかってくれてもいいんですけどね乗りツッコミまでは無理やからちょっと軽いちょっとニュアンス変えて関西人のそういうところが嫌とかって言われる <laughs> うん、ただむすっとしてまうよりかは絶対それでカな和むもんね失礼ですよだけでも全然変わってきますからね、うん、そうそうそうそ,う、うん、その時にねむっとした顔して言うたらあかんけど、はい、やっぱりちょっと笑いながらとか。はい 何,何でねん言うね言いう,そう,そう,そうませ言がこれでもええ言うてくれる人はおるんですからぐらいの一言でも全然いいですいいです、ね、もうそれはもう素振りの世界やね野球で言うたらふから常にね常に、うん、はい、うん、和歌山のあずきさんが見つけたモンスターですチューブのわさびからし期限がとっくに過ぎています 私は食べないから捨てないし新しいのも買いません。うん、主人は何も言わず期限も見ずに食べています。うん、気がつくまで使ってもらいましょうか。<laughs> 私ってモンスターでしょうか。モンスターやろ。う言うたげて。まあ言うたげて。大丈夫ですよ。いやいや。でも <laughs>、はい、風味飛んでない。ああそれはあるかもしれませんね。マサミ辛子の風味が。辛味とかねピリッとこないとかね。うん そう分からんと旦那はそしたらうんみんみんと、ね、それこそその飛んでるの分からんと聞かへんな聞かへんなまあまあ多くいる癖がつくんほんでよそでやったらんとんでもないことになるんそうやわさびってそれ多いですか、うん、あるよ結構。店によっちゃうもう全然わさび効いてへんやんって<る>バンバン入れるじゃないですかうん、うん、で次別のところでその感覚でいったらめっちゃきついなこれって ならもうそれになりますわ。なるわ、感覚がね、<laughs> ねおかしくなっちゃうから。ねうん、小豆。はい。か<買>え。<laughs> ね。これでもね、すぐ期限切れるんですよね。で、そんな頻繁に使わないですもんね。うん、んで,ねで、またその家は。奥さん,使わん,、ねうん。食べないですからね。あれね、その。豚まんとかについてるからし。ちっち,ちっちゃいのあれないですか。はい、ああいうもんばっかり売ってくれへんのかね。 あ,あチューブじゃなく、もっとちっちゃいのね。一回ずつ使い切り。あ<ー>あ<ー>、そう。チューブにするとね、一回開けてしまう,とう。はい、あ、やっぱどうしてもね、<直>だから、あれのハーフサイズみたいなん出したら。うん<ー>、売れるかもしれないですね。うんうん、うん。やろうか。<laughs> 出た。<laughs> やろうか。た何でも。何でも金儲け。<laughs> んん <laughs> <laughs> 行きましょうか。あ、でも、あれで百円で、百均で売ってますから。 半分やったらいくらにします。半分やったら六十円。六十円で。大きいのが百円としたらね。五十<ー>円ちゅことはないね。百 <laughs> 円六十。ええのを考えました。ないですか。<laughs> 両方に。キャップついてて、真ん中で分かれてて、わさびからしとか。 いいねそれいいねいやいやねわさび辛子でもう一個がニンニク生姜ウガよった四種類やはいですねどうでしょうそれで百円ではいそれもしくはどの組み合わせでもいいですよっていうわさびとニンニクでもいいですしねらしと生姜でもいいよみたいなこれいけんちゃいますいいですね。 え組み合わせっていうのはどういうこと言ってるの <laughs> で両方にチューブのふたがじゃあついてるんやんな <laughs>、うん、なんかもう途中でカチャン <laughs> とするんですよパチンパチンみたいなほなもうその一個で映画なって話ですけど<ス>うんそんな <laughs> カチャンそれはね <laughs>、はい、そのカチャンのところにね開発費がかかりすぎるから <laughs> <laughs> もうわさびからしか。 ほなもううそれにししまょだからいろいろリサーチしてどのあれが一番多いんでかね。これ SB さんでもどこでもええねんけど書こうよ企画書ハウスさんでも SB さんでもこんなんどうですかってハーフハーフ言うて企画料はもうそのままちょっとくれたらいいですちょっとねそんなうんや いやでも絶対それいいと思う。絶対半分。ええ、今のサイズはやっぱ大きいよね。使い切らないんですよ。家族みんなが使う、で、まあまあ頻繁に食べるのサイズです。そうですね。ああ、もう前はね。いやいや、これは、ええ、小豆さんの、本当にモンスターぶりが。から派生して。新製品のアイデアにつながりましたね。いいことですね、これは。いいと思う。うん。きの 職員関係の皆さんいかがでしょうかあの僕らが最初に言ってますから言いましたよハーフハーフは僕が言いましたちょっと待てよそこはそこは共有せよ話の中でこれアイデアや会議の中で出てきたことやかちょっと焦ったやななんだ言うたとかって言われると えー、皆さんからの <laughs> お怒りの投稿だけではなくてそういう提言なんかもねそうですね、えー、怒りから生まれる提言をお、はい、待ちしておりますお待ちしていただきたいと思います以上街中モンスターハンターでございましたでは、えー、一曲聞いていただきましょうこれもなんか僕夏を連想する曲なんですよね1960年代の、えー、代表曲ですねテンプテーションズマイガール山本社交クラブさて 参りましょうかちょっとなんかね雰囲、はい、気も変わってきました、ねね、ちょうど日付も変わりましたねいい感じですねネタ、ね、ぞ <laughs> 誰に言ってるんですか、うん、自分に言い聞かせましたねだぞ聞いてくださいね皆さん先週宅配ピザのお兄さんに心がときめいた女性のメッセージが来ましたが、うん、私も今旦那に内緒でときめいている人がいますというキキ一発さん三十六歳の方からいただきましたきき ベタに美容師さんなんです、えー、イケメンででちょっとチャラめです、うん、おそらく年齢も10歳以上下のはず、うん、ジャニーズ系というよりはエグザイル系茶髪で黒いジャケットが似合う華奢なボディあなほ,ほのかに香る香水、うん、正直自分のタイプではなかったんですが、うん、突然ハートを打ち抜かれてしまいました<お>耳元でささやく甘い声に 髪の毛を触られながら鏡越しに目を合わせ今日どんな感じにしますかと甘い声で囁かれた瞬間に思わずどうにでもしてと言いそうになるほど <laughs> 体に電流が走ってしまいました<ー>女って頭を触られると弱いって本当だったんですね<ー>声に惚れるなんて今までなかったものですからびっくりです,すごいな山博さんも声は甘いですが 残念ながら静電気すら走りませんほっとて,てくれなんでそれでも引き上げんだから <laughs> 知らなの私ほんまに三十 <laughs> 歳を超えてまさかこんな経験をするなんて、うん、かわぬ恋だと思っています、うん、私なんかがイケメンチャラ男に相手してもらえるとも思いませんし、うん、何かあっても遊ばれて終わりなこともわかっています、うん、でも心がときめくんです 彼に会うためいやあの声を聞くために美容室に行くペースをどんどん上げています<こ>友達と会うためだけに髪の毛をセットしに行ったり、うん、もう止まりません、はあ、早く髪の毛が伸びろと思う毎日です、はあ、<laughs> その気持ちは僕も一緒だけどね別伸びる,なてえるなああほんまに映える男性の声に惚れる <laughs> 古川さんなら分かってくれますよねこの女心 どうなんですか。わかりますね。<laughs> <ー>私も声で美容師さん選んだことあるな、えー。選ぶのそれべえ。うん、あのね、いろんなタイプね、はい、美容師さんに限りませんけど、ものすごいこう強い感じでよく喋る美容師さんもいれば、うん、こうささやき系の人がいるけど、うんささやき系のね。うん 会社の近所の美容室だったんですけど <laughs>、はあ、はい、もう今はいないんですか今ちょっと私が美容室別の理由で、はあまあ、梅田に通うのがちょっとしんどくなって地元に変えてるんですけど、うん、多分まだいらっしゃると思いますすごい人気で、はあ、特にあの新地のお姉の方々に人気あって自分で言ってはりました、うん、その美容室さん、はあ、僕,僕,僕男性にモテるんですって言って、はあ、<laughs> はい いやでも声か僕はあのなんやろうアニメ声とかよりかはハスキーな人女の人女の人はいはいはいいるねはいはいいいですよねいいですね漫画みたいな声はちょっとどっちか言うとダメですね可愛い声じゃなくねうんま声はやっぱり大事ですねそれと美容師さん 声とともに髪の毛を髪の毛です触りながら耳元でささやくしょうがないんで別に耳にあえていてるわけじゃなくそういう位置関係,なんだ、ね、置関係やから、はい、ええ仕事やなえ仕事ですね え仕事ですけど相性合う合わんがものすごい出ますからお客さんのつくつ感はあると思いますよ。そうやね。うん、僕みたいに静電気も走る。声はええねんけどな <laughs> <え>っていうね <laughs>。<laughs> そうね、あんまりね大きい声じゃなくてささやくっていうのはねほんでこう響くほわっとしたいい声、ね、たをねああそう、はい、この女心はもう十分よく分か,からですか。女性のねその美容師さんに切ってもらったこともありますけど、うん、あその要は髪の毛や頭を触られることが女性ほどドキドキするもんではないんやろうな やっぱり女性は特別やねそういうそうですなでんなでしてほしい願望がありますからねそっかはいないですね最近の思い出ってそうそう「もみあげ勝手に切られたぐらい取られた」あのおばあほんま何年も聞いてておばあ言うてたのに言うね山田さんもみあげそのままね「はい」とか言って「あっ!」 落としてしまってまみ上げったら何やってんね山里さん自然に言うでやないかとかって <laughs> 書くっていうねうしばらく,書くそのぐらいの思い出しかないなそうですかいやー ね、髪の毛の色って思う気持ちはよくわかります、えー、でも楽しいやろねそういうあの潤いが出てそうですそうですね綺<ー>麗、ねうん、になりに行くところですから大事なことですよそうそう結果としては旦那さんもいいじゃないですかそういうね、うん、ああ元気にねそれでウキウキしてくれたら目的は違うけどそうです、うん、まあでもここまででね 国会しいた。さあ、どうでしょう。それは、それはわかんないですよ。そうですか。エグザイルが。エグザイルが動いた。こう次第ですよね。それはそうだと思いますわ。わ、そうですわ。でもいいですよね。そうって、この人おるから、この店行こう。今ないな、あんまり。うん、昔はちょこちょこあったのにな。そうや、だから、若い頃に。あの、どこの店でもいいのに。ここのレジの女の人、綺麗やから。あえて行くとかって、あったんで一緒じゃん。はい。 この喫茶店の子ええなあそうねちょっとしたときめきが暮らしの中にあるとね一之輔師匠行った時あの加圧トレーニング行ってたんですけどどうやらそこの可愛い女の人が目当てやったみたいでその人がおる時は「よし加圧行くで行くで行くで」ってあ今言ってたのに秋姉さんと行くのね おそらくその人がもう辞めたんでしょうね。はあ、あのう。明音さんに、いっちゃんにさん、行きますよって言われた時に。はあ、かつかーって言ってましたもんね。わ <laughs> かりやすいな。わかりやすい性格じゃの。<laughs> やっぱそういう看板娘とか。ね、大事ですね。美容師さんもそういう方がおるって。それは。大事。必ずしもね。その見た目がね。そうです。かっこいいとか、女性だったら綺麗でないとダメっていうわけじゃないね。もうね。なんか元気のいい女の子。でいそうですね。でさっき言った女の子でも、ちょっとハスキーな。この声いいなとかね。しああ。 探そう。まあどうせ私は静電気もはじく。静電気ぐらい始だしたってよ。静電気な。ほんまに。もうさっきあかんわ最近静電気も大きいしんこっちも昔はよバチ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 乗ってたのにもう閉めてますか。もうあかんのかね。だいぶもう頭から放電してん放電してんのかな。 で気 <laughs> もたまらんぐらい <laughs> マッキー, <laughs> <laughs> えー続いてはまた名古屋からいただきました名古屋多いですねいやありがとうございます,いますスニャンさん女性の方です 2>,、はい、2年前に付き合っていた彼と別れました彼とは成人式がきっかけで付き合い始め、うん、3年ほど付き合っていました、うん、ということは 25ぐらいの方ですかね,ね,ねいろんなことがありお互いの家族友人などに本当にたくさん迷惑と心配をかけて結婚まで考えていたのですがお互いいのの気持ちの問題で別れてしまいましままた彼とは中学からの知り合いなのでお互いの友人にも付き合っていることは知れ渡っていました。その中の中 特に彼と仲が良かった彼の友人とあることがきっかけで連絡を取るようになりました。うんうん、その友人も中学が一緒だったので彼とその子が仲が良かったことを私は知っていましたが、うん、特別お話をしたことがあるわけでもないですしうん、うん、遊んだりということもなかったし連絡先も知りませんでした。が、 彼と別れたことがきっかけで連絡を取るようになり何回かメールのやり取りをしているとその友達の方の彼が「はい、今度ご飯でも行こうよ」うと別れれたこととをを気気にしててて使ってくいいるのだろう思まあ大概実際は行かないことが多いしそういう話は基本断ってきましたし今回もそんな感じだろうと思って適当に軽く「うんいいね」と返しました。うん すると彼は予想外に食いついてきて「いつが暇?」とどんどん話を進めていくのです。うん、私はその推しに負けて「この日なら」と返すと「じゃあその日ね」とものの数分で「ご飯に行く日が決まってしまいました」「ほうほうほう行く気なんてさらさらなかったしこんなにトントン拍子に話が進むなんてまして二人で会ったことなんてないのに何を話せばいいんだろう」と思いましたが。うん 元彼とのことを聞きたいんだろうなと思い、しぶしぶ行くことにしました。うん、連れて行ってくれたのは落ち着いた雰囲気のおしゃれなバーのような場所で、そこで別れた理由などいろいろ聞かれました。彼に言われて初めて知ったんですが、別れたことに感づいた彼は元彼に電話をし、いろいろ聞いた末に家まで乗り込んで行ったそうです。えー 元彼とは本当にいろいろあった後私が振られたのでそのことを知って「いろいろ迷惑かけた相手に冷めるような気持ちにさせるのは良くない」と言ってくれたそうで「うそのことがあって以来腹が立ったからもう連絡を取るのをやめた」とも言っていましたその話を聞いた私はびっくりしたのと同時に「なんで?」とも思いましたが感謝の気持ちでいっぱいにもなりました。う 2時間ほどお話をして初めて知る彼の一面にもういい人のイメージしか持てなかったですし、うん、もしかして私のこととも少しは思ってしまいましたその後店を出てどこに行こうということになりたま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 彼の家の近くを通った時に「うん、オレンジでもいいけど」と言われ、帰ってもよかったのですが、うん、まだ一緒にいたいなとなんとなく思って。 ていましたがさすがに行くとは言えなくてですが結局家に行くことになり彼の家にお邪魔して特に何をするわけでもなく2人でテレビを見て笑っていただけだったんです最初はやっぱり男と女ですからどうしてもそういう展開は免れないと言いました。 日付が変わって少し経ったら帰ろうと思っていたのですがなかなか「帰る」の一言が言えずずるずると、うん、結局そういう流れになってしまい、うん、最初は抵抗したものの、うん、盛り方が尋常じゃなかったので<ー>私も抵抗するのは諦めました。うん まさか彼とそんなことになると思っていなかったですし自分でもびっくりしていますその後も数回そういうことがあったのですが、うん、今はもう全く連絡を取っていません、えー、私が没頭できる趣味を見つけてそれにはまっているのもありますし、うん、彼は彼で忙しいようなので結局体だけの関係が何回か続いた後 その後何もなかったのでそれ以上になれないんだなと思いました、うん、一瞬でも恋心を抱いたことは錯覚だと思いたいです、うん、今は何とも思っていませんしあの出来事はすべて事故なんだと自分の中で処理しました、うん、最初の優しさは一体何だったんでしょうか、うん、結局男性は性欲を抑えられないんだなと改めて思いました、うん 終わり、えー、僕はちょっとよく分かんなかったですねうそうですねこれでもなんやろうな制服抑えられないのはまあまあそれは分かりますよ、うん、分かるんですけど、うん、なんやろうその最初相談から入ってこのやり口がちょっとね、うん、しょうもないというかねこいつあのね、はい、えっとその元カレとの間のことで結構 まあ汗かいてるというかこうやることやってるなっていうところがあったじゃないですかはい、はい、乗り込んでいったとかそれも言うてるだけでしょ言うてるだけなんや,やな、うん、それっていやそれ、まあ、そ最初それ聞いた時は全部ちゃんとやったんやと、うん、でその気持ちがスニャンさんの方にあるからやったんやなって思ってたのに、うんうん、なんじゃえとそれそ<う>、ね、ものにするための方弁というか使ってた、うん、だからそのね 結局そっちだけ買えはまあみんなあったとしても、うん「だから行こうや!」の方が僕潔いというかね,ね「頼むわホテル行こう」ぐらいの方がええなと僕思うんですよそれをなんかもう全部出しに使ったねええことしてますみたいなんでしかもその「こ,こうこうで俺腹立ったから乗り込んでいって言うたその日にうち来るか。 ねうん、たまたま家の横は通らんしたな、ね、<ー>ほんで行くって言わんかったのに何でかそれはもう向こうが「おいでおいでよ」って言うたと思うんですよねこれもこれねあ,あんま友達いないですよこの男あ出た、うん、そっちのほんまに、うん、これするやつしょうもないわそうやね,うやねなんかね犯罪ではないんやけどね、はいあのー、犯罪にしてもええぐらいのね <laughs> まあそこまではつまりつまりよ我々の裁判で心の中では気象がね気象をちょっと叩き直さなあかんぐらいのやり口やねんほかでもやるもんねこういうやつねだから酒めっちゃ飲ましてとかもうそのね嘘その感じでええ人で行ってっていうのはもう嫌ですねそうそう まあだから何回かでスパッと終わったんならよしとしましょうか。もうまたね、うん、これ言うでも数年前のことでしょ。うん、だから、うん、ひょっとしたらね、うん、この,その男ね、うん、は。 なんかまたんか理由見つけてね、うん、連絡してくるかもね別れた隙間見て、うん、っていうやり口、うんうん、っていうもしもしねほんまに言ってきたら大阪の毎日放送の「山まのピカイチラジオ」っていう番組に「一部始終全部言ってるから」言うたれそうそうほんでそんなやつやめとけって言うたらそんなやつは最低やと。<laughs> ほんまにほんまにもう一つの法律があったら絶対に有罪だと言ってたでって言ったったでほんまにしょうもな男やで相談乗るからやったらまだマシですわ相談乗ってよとか聞いてもらってるうちにスニャンさんの方からねそうじゃなくて自分から行ってしかも自分がこんな こんなもやりました。あいつはひどい男やって。ああうそっていくっても。な。腹立つわ。全部出しに強ってる。なんか最初読み出した時は新たな恋愛の展開みた、ね、いな、ね、話かなと思ったんですけど、ね。その一途なね。はい、僕はちょっと予想したんですよ。はい、その男が一途すぎてね。うんうん、それはすごく嬉しくってその日関係も持ったんですけども、うんうん、その後。 元がまたっていう前もあったじゃないですかそこのはもうどうしてもそっち行っちゃうんですどうしましょうかなともう思ったしや全然違った違いましたね別れたんかちょっと俺んとこ来ないかぐらいの方が潔いですけどね一層ねそうやってもういかへんか行ってみようかなっていうあれけどまあこの間に挟んどるもんがしょうもない まあでももうこれで一個懲りたやろうから、うん、こういうやつ見たらすぐスニャンちゃんはわかると思う。自分でも すべて事故だったと自分の中で言ってますから、その通りですね。あのほんまに事故起こしたことを思ってあのよう言うや言うみたいな昔から、そんなみんなも怪我したこと思ったら安いもんやとか言って、財布落としてんけどっそうですよ。まあちょっと痛いですけど勉強というかそう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 次こそいい人をちゃんと見つけてください。いますからね。いますよね。必ずいますから。はい。 ほんまにしょうもなないいこつ別れた相手の悪口というか悪く言うやつってこれはかしかもな中学時代がなんか同級生やろわと親しい人それをものにするためだけにだしに使うてんねんもんねもう何なら付き合ってる頃からいつか撮ったろうとか思ってたんちゃいますかね そうしよう。ちょっとまた怒りがこみ上げてきたね。コソ泥ですわこれ。そうやろ。ほらやっぱりいい言葉ですね。優と優哉だ。優哉。優哉。コソドロか。C.M. 汚いぐらいですね。怒ってる怒ってる。おっちゃんが怒っといたから。バチバチ当たります。た。バチ当たれこの子も。ちょっとクールダウンするために一旦コマーシャルです。以上山本車行クラブでした。 静電気も起きない <laughs> <laughs> めっちゃ気に入ってるやそのクレーズね,ね静電気も起きないかない、ね、そして皆さんからはワクワクすることをいただいております、はい、朝ごしのすっち面白いわーさんです,がす私がワクワクするときはクラスで一番しっかりしている人が先生にめっちゃ怒られているときです <laughs> ダメなのは分かっていますが笑ってしまいます。うんうん、いいよ <laughs> そういうことよ。そういうことですね。そういうことやなあ。<laughs> 食われてるやん。<laughs> しっかり者がね。うん、え今、ー、日都市のジャンボさんドラマを見ているときに。 棒読みの役者が出てくるとその後ワクワクして目が離せなくなります、はあ、ドラマの内容は頭に入ってこなくなりますが、うん、周りの役者さんの中で浮いている棒読み役者のセリフ待ちをしている自分がいます、うん、周りの人どう思ってんねやろう、うん、これ何回撮り直したんやろうとワクワクが止まりません、うん、せやな <laughs> こいつ下手やなあ言うてみんなで 見たりするんでしょうねほんまやね、えー、もう明らかそういう時あるもんね、えー、<laughs> ああだってもうそんな撮影ってどのぐらいかかってんだねやろねいやいやほんまだからその現場の人らもちょっと分かってるんでしょうねもう分かってるんだよね、うん、でも口出しもできないしなんでこいつ入ってんねやろとか思いながらもあるんでしょうね <laughs> そういうのって、うん それはようわからなけどやっぱりそういう力関係大人の事情とかですかね<ー> <laughs> 周りの人どう思ってんのやろうワクワクしますね,ね <laughs> 大分からいただきましたーピオーモンさん最近ワクワクしたのは3年前に 母校が甲子園の県代表になった時です甲子園の中継ももちろん見ました常連校との戦いで大差で敗退でも応援席の映像を見てあ、なんとかさんがいるあ、隣は何々さんだと選手そっちのけで見ていました<う>今年もこんな体験ができるよう県大会で優勝を期待しています、うん これ憧れますね。あの本当。ないわ、そういう思いっていうのが。特別やね、やっぱ甲子園。ええ、でも、本のワクワクが来たな。本物ですね、これは。本気で応援しますし。ね全然いいんですよ、これで。いいですか。そういうのはいいですか。こう直球。いいんですけど、まあ、その。 誰々さん映ってるけど変な顔してたみたいなのが良かったですけどね。ああ、だいぶ変わりはったなということですか。そんなそんなそんな一息があるとなお良かったですかね。悪い部分がちょっと見たかったですけどね。純粋やね。ね。そうですね。そうですよ。やらしいわ。ね。 チアガールやりたかったな、高校の時も。ね、まあ、そんなことは大阪ではなかなかないですからね。当時はもう PL 学園しか甲子園行かない頃でしたからね。あ、そうか。なに、チアかなんか、そういうのやってた。やってないです。やってないですけど、もし、もし自分の学校が出るとなったら。急遽結成しますよね。らしいね。あ、そうしまそれにはぜひ参加したかったですね。僕、子供ながらに、やっぱ、あの。 ね、あの何回と何回の間の,、ねうん、あの観客席映る時き、はいうん、もう明らかに可愛い子抜くじゃないですか <laughs>、うんうん、あれ楽しみにしてましたけどね。あ,あとその、まあ、今はそんな、ね、ややこしいから抜かないかもしれませんカップルとかパンと抜かれる時に、うん、これってちょっとややこしかったらどうなんやろうとかって。<laughs> ちょっとドキドキしましたけ <laughs> あのー、ありますね。そうやね。はい、ああいうのはもう公共の場合やから。はい。はいはい その肖像権とかってないんやろねだからあれどうなんでしょうね勝手に撮ってるわけやもんね、うん、もうそれだって前提ですもんカメラがもう何台もあって客席は映るんですよ皆さんっていうことですよねいやそれと分かってきてくださいよい今日はもう三十五度を超える猛暑日になりました、うんはい、えそんな中えー、オフィス街ではえー、夏休み明けのサラリーマンや OL が出勤してっていうのを道歩いてる時に映してるじゃないですかはい、はい、あんなものが一緒なのね そうなんでしだからカメラを堂々と出して撮ってた隠し撮りしてたらだめですけど撮ってますよっていうあれは大変でしょうもしそれねややこしい感じでややこしいな関係のやつらはなそういうとこ行くなまあねどういうんやろあれ。なあ バチー映るでしょもうアップやんなだいぶ大きく映りますよあとはなんか仕事サボって行ってはる人映ってたりしたらねあそれもよく問題になるねそれはねそれ覚悟で映ることやっぱり覚悟なんやろねあの昔ねパリーグあんまりお客さん入ってなくて外野席なんかでもうほんまガラガラやねだからカメラマンがたまにパンと撮った時に最上階がなんかで こう男がこう女の太,太ももっていうかその膝枕みたいな感じで横になって女の人がこう男の頭をこうなぜなぜしてから、はい、でも取られてるって分かってへんやん、はい、だから前かがみになってチュッとするああんかあ、まあ、チンプレー好プレーでありましたねはは最中にねはい、はい、挟んでたでしょその、はい、あいうのって。結構まあ キスするん違うかキスするんちゃうかしよったーみたいなね,ね<え>うんあんなんこそねか<え>かったのかな昔は良かったんちゃいます今はちょっとさすがにちょっとそこまでは取ら,で、ね、取らないんちゃいます何しに来とるんでしょうねそれ,ほんまやそれが言いたいたは。 そら見見ててるもんね野球全然ないだからとりあえず DVD でも見る言うて伝えって借りてきてもう最初の10分しか見えひんのと一緒でしょうねほんまやうん口実やもん口実ですもん両方ともね両方とも分かってんねやろ分かってんねやんそうそうだから女の子は女の子でプライドあるから何もなしではいかへんやとで DVD 見るって言われたらあこれ見たい言うて一応ねそこのプライドきっかけが必要やからそうですそうですそれが DVD やねだからさっきのスニャンもなもう家行く段階でそう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 言われるでそれはいきなり誘った今まで別れた男のね悪いこと言うてたのに相談乗る感じでそう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 あの 呼んだというその男が腹立つんですよ言みにされてもうだってすぐにええ人になってたわけや、うん、もん<う>ほんでそのすごい盛りのね具合がすごかったからっていうことは、うん、まあまあ鼻からその感じやったんでしょうね普通そんだけええ感じの人やったら、うん、ちょっとまあまあ、ねうん、男女が一緒におってわってなることあっても、うん、抵抗されたらもう。 ごめんごめんごめんってなるよね普通ならそんなつもりなかったごめんごめんって言うたら盛り方がねっうじゃなかったあれやっちゃあれやっちゃあんまおい話戻ってしもた15年やな20いきましょういこうか20年じゃ20年ワクワクすること大阪市淀川区のジレッタイさん 生放送の大きな歌番組に玉木浩二さんが出てくるとそれだけでワクワクします。<ー>無茶しろ変なことしろと思います。<laughs> ああなるほどな。放送事故につながるかもしれないヒヤヒヤ感を持っているような人。 体感がある人って少なくなくりまましたね、うん、ほんまやそれは私どももさすがにいろいろ考えますから、うん、それはだから自局で、はい、だから自分のところの曲で、はい、え自分のところがこしらえてる時はハラハラドキドキやん、はい、でも家で見てる時は視聴者の一人やから「これ何が起こんねんやろこれ」えー、昔今あの清志郎さんが「タイマーズ」っていうバンドで夜の人たちやったかな。はい それもヘルメットにサングラスに、えやったら、タオル巻いて。一見、誰かわからんねんけど、あの声やから、誰か見ても気持ちのさあ、やって。で、歌い出したら、細木しいの。歌うた。なんかあったな。うわ、ーって感じだった。ドキドキしますね。ワクワクですね、これもね。あの、アナウンサーの方が、いえ、もう、映ってるで、っていうのに。 ずっと下向いてあっていうねその気づくまでもワクワクしますね。ありますね。なんか一辺どっかの曲の人がずっと鼻血出てんなかったですか？ありました。ありましたそれこそ N.G. シーみたいなね。n みたいなで中華曲の方なんですけどアナウンサーアナウンサーの方が本当にニュース番組読んでる時にトロンと出てきてやるんですけども止まらないです。そうそう。 でも,も,うもうでも逃げようがないね。<laughs> そうなんですよどうしたんやろう次なんかって<ー> <laughs> だあの一人じゃ男女で呼んでるに夕方だったから、ねうん、もう一人の方にとりあえず行っとけば<ー>その間になんか処置して処置できたんかな、はい、結構あの昔はあのワイドショーなんかでも喧嘩ありましたよね。はい 言い合いみたいななんかのコメンテーターの方同士がうわ喧嘩なって生コマーシャルあったじゃないですか「桃屋です」みたいな「うわ」なってでもな何とか収めて「桃屋です」って言ってるんですけどその桃屋の裏で「あなたの野郎!」って聞こえてるんですよ僕あれそれをオンタイムで見てたんですよ子供の時ですよめっちゃワクワクしましたのね それこそ大島渚さんと野坂、<ー>野坂彦彦さんって、友達でもあるけど、しょっちゅう喧嘩しちゃっただよ。はいはい、<laughs> 一回マイクでどっちにとったの。<laughs> ありましたね。<laughs> その前にフック入れたんちゃいます。そう、バーンってだから、なんだって。やり合ってね、前。マイクさ,さんが。 殴ってマイクでバーンと、ね、やり返して、はい、あれ受賞なんか受賞したからってお祝いのパーティーやねなんかパーティーで、ね、なんで出てきてそんなとこで言わな殴らなかんねんどんだけ待たせるんだかなんかちゃいましたっけおおやでも桃屋の裏で声聞けそ,そういう時ってセット転換かなと思うぐらいドンドンドン

テレビに「の人がが出てくるとワクワクク止まりまりせんはえ際ばかりに目がいってしまいこれクリップのタイプかな」とか「ビニール感が強いわ」とかテレビの前で突っ込んでいますニュースなどで専門家の人が小難しいことを分かりやすく喋ってくれているのに「かつらだったら周りのアナウンサーが笑いをこらえているんじゃないか」とか気になって何も入ってきません。<laughs> うんそうそう いやそうやねんって、はい、それは残念ながらそうやねんって <laughs>、うん、そっちに気が入ってるわけやから、はい、話の中身は入ってこないですよねその段階でも、うんうん、つけてるのは悪いことはないと思うんですけどね、はい、タクシーの運転手さんでほんまにも,いいよもう「う嘘 <laughs> <だ>やろ?」っていうのは一人の時はちょっとかなんな。 っていう感じですけど、あの一人助手席乗って後ろ三人とかでまあまあぎゅっと仲間で乗った時はもうワクワクしますけどね。意外と助手席の人間気づかないんですよね。横やからね。うそそれっていうのあるもんな。いやあはっきりしてるもん。はい。でうそんそれと思って、で前の写真あるじゃないですか。それ見た時きに今一緒やんみたいな。 笑ってまいますけどね。そうでしょう。それでもやっぱりつけるねあの時のワクワク。ね。もう数え上げたらキリがない。そうのに限ってなんか文句言うときに別にハゲてない人に対しても今日マラだったあのハゲとかいうのが出てくるんですよ。そういう言葉ついてくるでしょ。もうそれ聞くわけよここでね。 いやげってそんな、ね <laughs> <laughs> ね、いろんなところにワクワクありまし、ね、ワクワクはありましたね。いろんな形のワクワクやね。いろんな形がありました、ねうん。もう時間きたよ。そうでございます。あ、週ですね。ではまた来週。来週はい、参ります。あ、どうも今日もお疲れ様お疲れ様でした。結構い,い時間になりました。そうですね。はい、ね。えー 大丈夫ですか公衆割率は大丈夫そうでしたねいやでもそうでもないですよねやばかったですちょっと途中やばかったんですっていうか最後ぐらいはちょっとほんまにやばかったですああそうですか僕何週間前やばかったですよえっとねちょっとわかった時ありましたよあったでしょありま自分でもあれ俺これ何言うてんねやろでも前は乗り切ってないそう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 でそういう時のなんとかねとか言って ねってなんやねん <laughs> <laughs> あるでしょう。ある。完全にあ、うん、飛んでたなっていう時がありましたけどね。そういうもんですやっぱりみんな。 私、えーねね、これ昼間なんですけど、うん、打ち合わせでほんとこれぐらいの人数で打ち合わせをして自分でメモもうなんとなく取っているんですけど、うん、会議終わってから全く記憶が <laughs> なくてああるある打ち合わせしたんですけど打ち合わせは私の中でできてないんですがそれはよう言わなくて、うん、でもちゃんとメモを取ってるんですよね。なん,だろねなんでしょうね,ね あの後半って VTR がめっちゃ多いんです。それ見てんねんけど、その時に、いわゆるワイプっていうか窓枠で顔をつるじゃないですか。いつつるかわかんないじゃないですか。まあもちろん緊張してるし、ちゃんと見てるはずやねんけど、たまに、あくびを。あくびをね、口の中であくび。やってる。あれは、カメラさんが、必ず撮ってるカメラさんが、ガって見るもん。 はやっぱりちょっと大丈夫かなっていうねえ匂いしたらあかん俺寝てるのバレてるあれたまにそんな顔してるんかもわからないトミーズケンさんのようにこうはねえんそれはあかんまあねええ 人それぞれですけども疲れてる時やっぱりね疲れてるのとものすごい集中するのと寝るって割と裏表でしょそうですそうですないですかものすごいああ集中してたのに寝てたっていあるよありますあとちょっと緊張してもうすごい大きい仕事やなと緊張してるとんか逆にわっとみたいな変なあくびがまあ生あくびいますけどね はい、はい。なんとか乗り切らせていただきました。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。<laughs> <laughs>